さんありがとうございます。今日はヨガをしようと思っているのでマットを引いています。もしリアルタイムで見れてる方は椅子に座ったままでもできるポーズがたくさんあるので、椅子の上でもソファーの上でもいいし床の上でもいいです。今日は月ヨガチューブ YouTube のチャンネルの1本目に挙げた免疫力アップヨガというのを、ずっと動いて終わる一緒に動いてもらうための動画を作ったので一個一個詳しく解説はしてなかったんですね。なのでポーズの解説だったりとかあとはちょっと緩める方法だったりとかその辺をやっていこうかなと思います。はい、ウェアどこのですか松川さん。トップスはエミっていう日本の、アパレルブランドが出してるエミヨガっていうブランドなんですけどもうかなり前のやつです。もうテロテロになってるけどもこれがすごい楽だから使ってるんですけどそう結構何年か前かもしれない去年か一昨年で、あとインナーに着てるのと下上下はアロヨガというロサンゼルス発のブランドですね。大好きなブランドです。はい、今日はということで免疫力についてのお話を最初にしようと思っているんですけどその前にちょっとライブを今後定期的にやっていこうと思ってましてこういう感じで、フリーヨガのクラスを皆さんと一緒に、ぜひシェアしていきたいなっていうふうに思っています。はい、でですねこういうふうにヨガの時間を取ろうと思ったのは本当にフリーで皆さん合間の時間にこう体のことを考える時間というか本当にヨガをすることによって自分を見つめる時間になるんですね。で結構こういうふうに、まあ、自宅にいる時間が多くなったりとか会社に行かなくてよくなったりとか学校も含めて家にいる時間が多くなってくると自分のことをこう考える時間って自然と多くなってきたんじゃないかなと思ってます。でそんな時に呼吸をちょっと聞いたりとか体をちょっと動かしてその変化を感じたりとか、ヨガをしてもいいしストレッチをしてもいいしワークアウトでもいいんですけどそういう自分のこうふとした変化とか今の自分自身ですねその状態を観察してあげるって実はすごく大事で心も体も一緒なんですけどそういう時間があることによって、また自分が今すべきことが分かったりとか自分自身もっとこうどうしてあげたらいいかっていうのが分かってくるのでそんな時間を取ってほしいなっていう思いでフリーヨガのクラスを定期的にやろうと思ってます。結構本気でですねヨガがこう一人一人の、まあ、自分自身で自分をこう癒してあげるツールですだと思ってますしこうセルフケアできる一つのツールとして考えてほしいなと思ってて別にそれがヨガじゃなくてもストレッチでもいいし呼吸だけでもメディテーションだけでもいいんですけどそんな一つのきっかけとしてヨガがあったらいいなって思ってます。そう自分で自分を回復させてあげたりとか癒してあげたりとかヒールユアセルフって言うんですけどそんな時間をヨガで持ってほしいなと思ってます。一人一人がね自分を癒せるようになったらもう世界も変わるんじゃないかと思ってます。はい、そう、はい、というわけで今日は動いていくんですけど今日は、やっぱり皆さん一番関心が高い反響の大きかった免疫力アップヨガについてちょっと説明していこうかなと思ってます。はい、で免疫力を高めるためのポイント私投稿でも何回か、箇条書きで挙げてたりするんですけど3つ大きく分けてこの免疫力アップヨガで大事にしているアプローチしているポイントがまず1つ目が体温体を温めていく体温を下げないようにするっていうことですね。で2つ目が、自律神経って結構こういった季節の変わり目とか気温の寒暖差なんかでも乱れてきたりストレスによって乱れたりしやすいんですけどその自律神経を整えるっていうことをヨガでしてます。で3つ目は内臓こう腸内環境を整えていくっていうことですね。
なので内臓にアプローチするようなねじりのポーズとか、あとお腹を使ったり背骨を動かしたりするような動き、あとお腹周り体側を伸ばしたりするポーズも、入れています。そんな3つにフォーカスしていて、で1つ目の体を温めるっていうところだと、まあ、内臓を使うお腹の腹筋の動きを行って、やっぱり内臓を動かしてあげることで代謝も上がってきて体の内側から温まってきます。であとは大きい筋肉を使ってあげたりとか、関節を動かしてあげる、肩甲骨とか足の付け根の大きい股関節とか動かしてあげることで体が巡りが良くなるので、血流が良くなって細胞も巡りやすくなって、やっぱり外から入ってきた細菌を自分でブロックするっていう力がついてくるので免疫力がアップしていくって言われてます。そうで、2つ目の自律神経に関してはヨガではやっぱり呼吸を一番大事にしているので、その呼吸、吸呼吸と吐呼吸、このバランスが自律神経、交感神経と副交感神経のバランスを整えてくれるって言われています。そうで、プラス背骨をこうほぐしていく動き、反らせたり丸めたりするような動きとかを入れているんですけど、そうすることによって背骨周りに自律神経が同じ背骨ラインに沿って、通ってるって言われてるので、自律神経にアプローチができる、そんな2つ目の動作ですね。はい、で3つ目がお腹周りを使って内臓機能を高めます。なので午前中、特に朝とかの時間にやってあげるとよりいいです。今日はそんな感じでヨガの動きを最初座りの動作でやっていこうかなと思います。あっという間になんか喋ってたら15分ぐらい経ってるんで早速やっていきましょう。まずは呼吸を整える動作から入ります。マットの上もしくはどこでも心地よい場所で座っていきましょう。まずは両手のひらを上に向けて軽く膝の上に乗せていきます。顎を軽く引いてまぶたを落としてもいいので自然な呼吸を繰り返していきましょう。ちょっと音がうるさくなってきましたから自然とプラスのエネルギーを取り入れていくように、優しく胸の中心を開いて自然な鼻呼吸を繰り返します。もし鼻が今日詰まってるっていう方は口呼吸でも構いません。鼻呼吸の方が口呼吸よりも細菌の侵入を防いだり、新鮮な空気、新しい空気を取り入れやすいと言われています。鼻の奥から深く息を吸って全身に空気を通し鼻から自然と吐き切っていきます。優しい呼吸を繰り返していきましょう。肩の力は抜いて吐く息ごとに体の中、余分な力、余分な空気、そして今いらないものすべて手放していくイメージ。吐き切ったら吸う呼吸、プラスのエネルギー体の中にたっぷりと取り入れながら体の内側から開いてスペースを作っていきます。吐く呼吸は脱力、リラックスさせてくれる呼吸です。吸う呼吸はエネルギーを体の中に取り入れてくれる呼吸、自律神経のバランスを調整します。このままでもいいですし、余裕があったらチンプドラを今日作っていきます。手の指、親指と人差し指リングのようにつないでいきます。両手、親指と人差し指をつないで残りの3本の指は自然と伸ばしていきましょう。チンプドラ、親指が宇宙、人差し指が個人、宇宙と個人の融合というふうに言われてます。こう指先を揃えることによってタッチしている面に集中が集まっ
ていく、神経が集まっていくので集中力を高めていく、こんなポーズとも言われています。あと3呼吸繰り返しましょう。鼻から吸って、優しく長く吐き切っていきましょう。もう一呼吸です。それでは両手の指先回路して楽な呼吸に戻しましょう。ここから上半身の動きに入ります。まずは肩甲骨を動かしていく動作、指先を肩に添えていきましょう。ここから肘を前から上に上げます。息を吸って吐きながら後ろに回し下ろします。吸う呼吸、前から上、できるだけ遠くに肘を下ろしていく。吐いて肩までストーンと下へ向けましょう。もう一度、肘がつく方は肘を前にぐるっとくっつけながら上に引き上げてゆっくり下ろしていきます。反対回しも行いましょう。後ろから大きく前まで下ろしていきます。腕の付け根から回しているのを意識しながら、後ろに肘を引くときは胸の筋肉が伸びていくように、腕の付け根も伸びていくように意識します。相手によっては解放したら、今度は両手左右から大きく引き上げて、そう、吐いて下ろしていきましょう。両手を膝の上に添えて、今度背骨を動かします。吐きながらふーっと背中を丸めて、おへそを覗いていくイメージ。背骨を一個一個動かしていきます。吸う呼吸で今度は胸の中心を天井の方向に見せていく。肩を下げます。吐いてもう一度、肩を内側に入れながら溝落ち、おへそを内側にしまい込んで、吸う呼吸ではお腹から胸、首元が伸びていきます。ラストもう一度、吐く呼吸では肩甲骨が開いていくように背中を丸めて、吸う呼吸で胸のストレッチが入っていきます。今度腕もつけていきましょう。両手を前に伸ばしたら指先を組んで、手のひら返したら吸って上に伸びていきます。もう一度手のひらを内側に向けて背中を丸めて、吸って上にぐーっと伸びをしていきましょう。ラストもう一度、吐いて、そして上に向かって伸びていきます。このまま体側伸ばします。体を右に倒して側屈、この時お尻がついていかないように、必ずお尻の骨、座骨をマットに下ろした状態で倒せるところまでです。この時背中が丸まらないように真横に倒すと、よりあばら骨のあたりやウエストのあたりが伸びていきます。吸って正面に戻して、今度反対方向、吐きながら左側を倒していきましょう。よかったら姿勢少し上を見上げていきます。大きく吸って正面、吐いて解放していきましょう。ちょっと温まってきましたかね。これだけでもだいぶポカポカしてくると思います。全身の関節を動かしてます。そしたら今度、両手を前について四つん這いの体勢取っていきましょう。手のひらパーッと開いて、足幅、腰幅にセットしていきます。四つん這い結構大事なんですね。ヨガでいつも出てくるんですけど、お腹に力が入れるっていう意識が普段ない場合、お腹ストンと下に下がって腰が反ってくるんですね。で、腰痛くなりやすいので、おへそを内側に引き入れて、体がマットと平行になるようにしていきます。両手は肘曲げずに、なるべくスッと伸ばしてあげて、肩の真下に手首が来るように、お尻の真下に膝が来るようにしていきます。この体勢からそのまま背中を丸めていきましょう。キャットカウの動きです。顎を引いておへそを見ていく。今度はお尻引き上げて胸を開けます。吐く呼吸で顎を引いておへそを見て、お尻の尻尾を内側に引き込むようなイメージです。
して、胸の中心が開くようにしましょう。肩と耳が近くなりやすいので、お尻のポケットの方に肩甲骨をスッと下げていきます。あと2回繰り返していきましょう。はい、で、一本一本背骨を動かします。骨盤まで意識。吸ってお尻のてっぺんを持ち上げてから、背骨を後ろから順番に使います。ラストもう一度吐いて、胸を開いて首長く、そしたら手フラットな状態に戻しましょう。結構ね、ノンストップでやってますが、皆さん大丈夫でしょうか。ちょっとお水途中で飲みたい方は飲みながらやっていきましょう。最後にもう一つだけたくさん動くお腹を使っていくポーズを入れますので、自分のできる範囲で、無理ない範囲でやってみてください。座ってる方は座ったまんま背中を動かす動作でもキャットカー、スイティングキャットカーできますので、このまんま動いてもいいです、はい、で最後はね、ちょっとお腹を使いたいので、四つん這いになれる方は四つん這いで、背骨、ね、今の動きを使って今度は肘と膝を近づける動作をやってみたいと思います。背中を丸めながらお腹、腹筋を使っていきます。でまずは足をついたバージョンで、失礼しました、手をついたバージョンで足だけ動かしてみましょう。まず右足を一歩後ろに引いていきます。そしてお尻の高さまで上げます。そう、上げすぎなくていいので、お尻と平行になるところに足を引いて、膝を曲げ、そのまま膝を胸の方に近づけていきます。この時背中をぐーっと丸める姿勢です。息を吐いて吸いながら後ろにキック。この時はしっかり伸ばしてみましょう。そして吐いて背中を丸めます。お腹を使っていく。吸って今度お腹が伸びるように少し胸を開きましょう。もう一度吐いて膝なるべく同じ軌道を通りながら動かしていきます。吸って、あと2回繰り返しましょう。膝は真正面に伸ばします。真後ろにかかとを押して、ラストもう一度背中しっかりと丸めて顎を引きましょう。顎と膝近づける。そして吸って足を伸ばしたら、吐いて一度膝をマット呼吸整えましょう。結構ね、今腹筋がお腹周りポカポカしてると思いますが、腹筋を使う時には呼吸すごく大事になります。辛いと息を止めがちなんですけど、必ず息をしっかり吐いてあげるとお腹、力が入りやすい、奥の方の筋肉を使いやすくなります。はい、というわけで反対足も同じようにやってみましょう。左足一歩後ろ、お尻の高さまで引き上げてお腹引き込みます。このまままずは足を引き上げて膝を曲げましょう。胸の方に近づけるように背中をぐーっと丸めて、吸って足をキック、胸を開きます。吐いて、後ろにキックしながら両手をマットなるべく押してあげましょう。あと2回繰り返します。しっかりと吐き切っていきましょう。吸って足をキックして、一度吐いて膝元の位置に下ろしていきます。ここからバリエーションもう一つやっていきます。今の背骨の使い方を意識しながら、もし足がこのまま持ち上げてバランス取れそうな方は手も使っていきます。ただ今のように足だけの動作でも今使いたい股関節とお腹周り温まってきますので、それだけでもいいです。そう、もしさらにコックワを使いたいっていう方におすすめなのが、これからやっていく動作になります。足一歩後ろ、右足をお尻の高さまで上げます。でここから左手を伸ばします。右足と左手使っていきます。お腹を引き込んだら、まずはバランス取っていきましょう。キャットワーク、キャット顔のバリエーション、体が反らないようにまずはお腹使っていきましょう。ではここから出た足を持ち上げて、深呼吸、肘と膝を真ん中で近づけます。背中丸めて、吸いながら縦に伸びていきます。吐いて、あと3回繰
ましょう。できるだけこれもまっすぐ引き寄せてあげて、同じ道を通りながら手と足を伸ばして、あと2回です。吐いて、吐き切ったら吸って、背中しっかりと丸めてあげるとお腹に効きやすいです。ラストもう1回だけ繰り返しましょう。吐いてしっかりと引き寄せて、吸って伸びましょう。はい、手で足を下ろしていきます。結構これだけで温まってきます。汗かいてきますね。さあラスト反対足を同じようにやってみましょう。左足お尻の高さまで引き上げます。この反対の足なんですけど、指先立てても寝かせてもどちらでもいいです。バランス取りやすい方で、右手は前に向けましょう。では5回繰り返します。まず伸びましょう。大きく吸って、吐いて肘膝近づけます。深く吸って、吐いて、ふう、真ん中に寄せていく。もう一度深く吸います。胸開いたら吐いて、しっかり背中丸めましょう。伸びて、吐いて、ふう、あともう一回繰り返しましょうか。長く伸びてはしっかり吐いて、最後まで息を吐き切っていきます。吸ったら吐いて、手と足を下ろして、一度足膝を曲げたらお尻かかとの上、両手前でチャイルドポーズです。ヨガでお休みのポーズです。脱力していきましょう。皆さん汗かけましたでしょうか。かなり暑いです。最後楽な姿勢で座りましょう。両手体の横について吸いながら両手上、右手をついて右に側屈していきましょう。今度は肩甲骨で最後回していきます。下から大きくすくい上げるように、吸って吐いて、あともう一回、胸を大きく開いたら側屈に戻り、つけたら起こします。今度反対の手を、両手を上、反対側に倒していきます。このまま大きく腕を回していきましょう。肩甲骨、腕の付け根から動かしていきます。3回、ラストもう一回です。側屈に戻ったら吸って体を起こして、最後深く3回深呼吸していきましょう。鼻から息を吸って、両手上、サイドに吐きながら下ろしていきましょう。あと2回深く吸います。インヘル、エクセル、リラックス。ラストもう一呼吸、深く吸って、両手上、ブレーズ、両手のひらを合わせたら吐いて胸の中心、フェイスアウト。最後は親指を胸の中心に当てて、少し今の呼吸を聞いていきましょう。今の自分の鼓動もリズムも感じていきます。はい、OK です。では両手を解放していきましょう。お疲れ様でした。一度お水取る方はお水取ってください。お疲れ様でした。動かしやすさが違いました。結構そんな違いも日々あります。私も結構毎日同じポーズをやることによって、あ、今日は体の動き違うなとか、動かしづらいなとか、そういう変化も気づくっていうことが大事ですね。肩甲骨がゴリゴリになりました。わかります。私もなってました。特にね、この時期座りっぱなしになったり、
やっぱりテレワークが増えた方とかも含めて、肩甲骨が開いてきちゃうんですね。すごい丸まってきちゃったりとか、やっぱりテレワーク、パソコンを使う作業が多くなってきたりとかすると肩こりもひどくなってきますし、やっぱりその肩周りを使った後に動かしてあげるってすごい大事になってきます。はい、姿勢良くなりました、ありがとうございます。わ、嬉しいです。すごい変化が早いですね。今日やった動きは肩周り、今言ったように肩甲骨、そして腰周りだったりとか、ウエスト周りも使っていくので、やっぱり姿勢、猫背の解消とか肩こり、腰痛、この辺りにもアプローチしてます。なのでちょっとこう座りっぱなしだったなっていう時にもぜひやってほしい動きをたくさん入れてみました。はい、あとは関節動かしてるのでむくみとか冷えの防止予防にもなりますね。結構今この時期もまだ冷えが気になってる方とか、むくみやすい方とかもぜひ試してほしいなと思います。今のストレッチ好きで毎回やってます。説明があるとやはり違いますね。よかったです、ありがとうございます。ちょっと説明バージョンで今回は残しておきますので、そっちもぜひ、後で YouTube の方見てほしいなと思います。気持ちよかったです、よかったです、ありがとうございます。嬉しいです、皆さん一緒にやっていただけてとっても嬉しいです。ちょっと今日めちゃめちゃ天気が良くて20度前後まで上がってくるらしいので、すごく日差しが綺麗なんですけれども、はい、朝の12時ですね、今なりました。朝動くと頭がシャキッとしますね。そうなんです、すごく呼吸もやっぱり酸素が脳に行き渡るので、呼吸するだけでもすごく体とあとは脳が活性化するっていう風に言われてます。すっきりしました、よかったです。3月はスタジオ通えてなかったので体を動かせてすっきりしました。ライブ配信嬉しいです、よかったです。もう一人でもね、そう言っていただけると私もすごく励みになりますし、結構今この時期はやっぱり自分にできることないかなって思っていろいろ考えてたんですけれども、やっぱり一人一人が今できることをやっていくのが一番いいのかなと思うのと、あとこういうふうに私もレッスンをするスタジオがクローズしてしまってたので、こういう機会がなかなか持てなくなったり、そもそも皆さんに会える時間が減ってしまってたので、こうつながる時間を持ちたいなと思って、ここ定期的にこうオンラインでもやっていこうと思います。であとは忘れてたんですけど、次の新月がですね、月がちょうど欠ける日が24日です。24日来週のあと2日後ですね、火曜日かなになります。で新月の時までどん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 こうデトックス期に入ってくるので、ぜひその時にこういう関節を動かすような動き、体の巡りを良くするような動きを入れてほしいなというふうに思います。プチ報告ですけど、はい、24日は新月だって皆さんぜひ覚えてほしいと思います。日曜日にやってください。あ、日曜日がいいんですか皆さん。朝の時間いいですねってコメントもありますね。そうですね、日曜日もの朝とかもし見れる方が多ければまたやりたいなと思います。今回は3連休だったので、結構お出かけされてる方ももしかしたら多いのかもしれないですけれども、やっぱり夜見ていただいてもいいですので、ぜひ自分の好きな時間でこういうヨガタイムを作ってほしいなと思います。そんな風に皆さんで自分自身のヨガライフをちょっと楽しんでいく時間にしてほしいなと思います、この時期は。はい、ありがとうございます。皆さんもうすぐ27歳になります。素敵な誕生日を迎えください、ありがとうございます、嬉しいです。というわけで、私からも逆にプレゼントになりますが、皆さんもぜひヨガの時間また復習していただいて免疫力を高めてほしいと思いますので、またアーカイブをご覧いただいて、インスタグラムは1日で消えちゃうんですけれども、 YouTube の方にもう一度同じ内容で上げていこうと思います。あとですね、聞いた話によると、このお水とか結構10分ごとに
飲んで口とか口内の乾燥を防いでいくのを免疫力を上げていくウイルスの防止につながるっていうふうに言われてますので、ぜひ運動してる時、ヨガをしてる時はよりこう汗をかくので飲んだ方がいいんですけど、それ以外にも習慣にしてほしいですね。水を飲むっていうことも一つ頭に入れてみてください。ランチ食べたばかりなので後でやります。ありがとうございます。もちろん夜でも同じように体がほぐせますので、今の流れ夜やっても朝やってもどちらでもおすすめです。はい、ありがとうございました。また見返したいと思います。ありがとうございます。というわけで終わりにしていきますかね。はい、私のインスタグラムの DM の方にリクエストなんかもいただければ、内容のリクエストとかこういうの気になってますとか、質問をいつも月夜が相談室というふうに上げてますので、ぜひその辺も見てほしいと思います。